きっと夢だな。だって私はさっきまで何してたんだっけ。ここはあの世とこの世の狭間に存在するホテルでございます。生きてるのかな、死んでるのかな。人の話を聞きなさい。お、人が来た。お迎えしなくっちゃ。塚原さんって我が強いとは言われたことがあります。本当に何も覚えてないの。君はバカなのか。僕は大里正樹、探偵さ。サボってるんじゃないでしょうね。常に身だしなみには気をつけなさい。いい景色は見られましたか。塚原さんなら何とかするかもしれないという話です。地獄、あれってやっぱり地獄。やめろ。離せ。助けてくれ。誰か急いでください。門が閉まる。出口に向かって走って助けるわよ。はてさて、次はどんな人間が黄昏ホテルにやってくるのでしょうか。